8月5日に向けた丸ルゼミのショートムービーを YouTube で学ぶ量子論の基礎という形でまとめてみようと思っています。今日はその第1回で内積と正規直行規定の話をしようと思います。で内積というのは基本的にはベクトルとベクトルの間であの行われる演算ですね。で まあ、ここを今、例えば a ケットっていう、まあそういうベクトル。まあ要素は、だから1、α1、α2、α3、α4、α5 っていう5次元のベクターですね。で、ケット t b っていうのは1、β1、β2、β3、β4、β5。で、行ベクトルと列ベクトル。で、行ベクトルをブラで表します。列ベクトルをケットというふうに。 この、とんがってるところが逆向きなんですね。今見たように、この A ケットと B ケットはどちらも5次元の、えっ、ー、と、ケットですから、縦ベクトルですね、列ベクトルで、これは両方とも5つの要素を持って次元が同じですから、その時にあの内積というのは定義されます。で、それをですね、このブラ、バー、ケット。 というようよな形で、表すすことができますでで二重の達線の一つを省略して、ブラバーケットと書いてもいいということになります。だから、もしも、A ケット B ケットが、あの、こういう形でこういう要素を持つなら、ちょっと下の、あの、見にくいですけれども、えっ、ー、と、ブラ B バーケット A。で、これはどういうふうになるかっていうと、えっ、ー、と、ブラ B っていうのは、 B の共益ですからあの、共益っていうのは、あの、列ベクトルが行ベクトルになって、かつ要素が複素共益を取ったものですから、この場合でしたら、ベータがすべてアスナがついてますね。これは共益っていう意味です。で、それと、えっ、ー、と、列ベクトルの あのケットをかけたものなんですこれ計算では分かりますようにこれは対応する1番目と1番目2番目と2番目3番目と3番目4番目と4番目5番目と5番目の要素をかけたものを足したものそれが内積の定義になりますでまあ具体的にも簡単な例でその内積の計算例を示してみようと思いますでゼロケットっていうのが えっと、これ、縦ベクトルで1と0だとします。で、1ゲットが、逆ですね、0、1。0と1が縦になる。で、そういうふうにします。で、これを、だから、教育の形で、裏の0っていうのは、えっと、行ベクトルになって、1、0を要素にします。で、裏の1っていうのは、あの、先ほどのやつを、 あの行に直したものですから、要素は0、1になります。で、あの計算してみれば、0と0の、0ケットと0ケットの内積は、これはそのまま、あの、ベクターの表示でやってるんですが、こういうふうに1たす、1×1 プラス0たす、る× 0で1になります。それから0、あの0いと、0ケットと1ケットの内積は、これは同じように、あのー、 1>, 1かける0プラス0かける1でこれは0になりますね同様にこれ見てわかりますけども00の内積は101の内積は010の内積は011の内積は1になりますあとはこれまとめますけれども、えー、とこの同じものを内積を取った時には1になって違うものを の内積を取った、違うものの規定を取った場合の内積を取った場合が0になる。そういうルールですね。で、どういう性格を持つかといっと、もしもあの上から読んでいきましょう。v ケットが a ケットと v ケットの和であるならば、えっと、それの教育の形ですね。で、ブラ V は A ブラと B ブラの和になる。で、同じように、 えっと、v、a、k ッ t が a ケッ t に、まあ、スカラー Z をかけたものであるならば、で、v k ッ t の共益であるあのブラ V は、えっ、ー、と、a ケッ t に Z の素教育をかけた。これは別にあのスカラーなんで、あの後ろの Z も Z アスターもスカラーなんで、Z を Z アストを前に持ってきても、後ろに持ってきても、別にベクターにのスカラ倍ですから、どっちでも構わないんですけども、こういう形で後ろに持ってった方が、後で計算がしやすくなるんで、こういう形が好まれるかもしれません。3番目の式は、えっと、これは C ブラっていう行ベクトルに、A ケットプラス B ケットのこの和をかけたものの内積って意味です。 ちょっと日ひひ見乱れてるかもしれないんですが、これは、あのは、ー、C ブラと、あのーまあ、C ブラ、C と A プラス B の内積を考えようということなんですけどこれは C と A の内積と C と B の内積を足したものになるということです。で、最後の式はあのー、B と A の内積っていうのは、順序を逆にして教育を取る。 AB の、まあ、これも簡単に証明できると思います、ね、あの基本的にはこういう性質をあのベクトルの共液と内積はこういう関係をあの性質を持っていますで今度はちょっとあの規定の話をしようと思いますでベクトル空間の規定ベクトルっていうのは、まあ、N 次元のベクトル空間があったとして二のベクトルがあのこの例でしたら二のベクトル a ケットが n 個のベクトル vi.i はだからあのゼロから n マイナス一までですね。で、次の形で一位に表現されるのは、もしね、これはだから b ゼロケットには、こ小文字の a ロってこれはだからスカラ、あの、あれです。スカラ倍ですね。それに、あの b1 ケットに、a、あの小文字の a チ で、b n 1, 1ット、まあ、これではこういうあの縦ベクトルに対して、スカラーバイの係数が a のス一、でも、これはあのシグマの形で、相和のサメーションとか相和金を使って書けば、a ケットイコールシグマの i が0から a のマイナス1で、あのー、シグマの対象はアルファ、アルファじゃごめん、これ a ですね。 AI で、それ字が I で、それに、あの、規定の BI をかけて、規定ベクトルの BI を B サブ i ですね、かけたもの。B サブ i のケットですね、かけたもの。で、この、一般になんか、あの、この B サブ i ケットっていうのは扱いにくいので、B サブ i は一般的に、その数字のところだけ取って、i ケットと表記することが、 便利ですね。これから後もすべて、あの、ベクトル空間、規定ベクトルを一般的な PI とかという形じゃなくて、そこの整数部分、あの、あの数字の部分だけ取り出して、I と表記する、I ket と表記することが多いですね。で、そうすれば A ket っていうのは、えっ、ー、と、A sub i、これはスカラーですね、に I ket を で、これは単にスカラーとベクターの積ですから、その規定ベクターのスカラーバイオス、それをあの0から n 個まであの足したものというふうに表現できます。この表現もあの極めて一般的ですが、えっ、ー、と、ポイントはだから、あの、規定ベクトルが、あの、i が、あの、数字で表されるってことですね。 0ケットとか1ケットとか2ケット。そういう形で規定を表現するというスタイル。これよく使われますんで、この赤い方、上のブルーの方は、あのー、まあこれはこっちの分かり合いかもしれないですけどあのー、その規定が選べるならば、それを0番目、1番目、2番目というような形で、0ケット、1ケット、点点点ナ点 n チケットと表現する方が、 あの分かりやすいということです。で、まあ規定というのはちょっと分かりにくいかもしれないですけども、まあ、2次元で例で考えてみると、2次元のベクターで、まあ、イメージしてみるのは、あの平面上に xy の座標を持つ原点から、その xy の点までのベクター。こ、ま、れ、あ、要素というか、7を表すと、xy を7に持つということですけれどもね。この時にはロケットを1ロの 1>, 縦ベクトルで1ケットを0、1の縦ベクトルだとすると、2の xy について a、えー、っていうのは xy ですから、xy の,あの縦ベクトルイコール x に10の縦ベクトルをかけたもの、プラス y に0、1の縦ベクトルをかけたもの。そうすると、あの上の方の成分は x。あの、x のままですね。下の方の成分は あのそのままなって、それは別に言い換えると、この a ケットっていうのは x0 ケットプラス y1 ケット。で、だからこれはだから01は、ゼロケット1ケットは、この二次元のベクターの規定になっていることがわかります。三次元でも同じですね。これ xyz だとすると、で、0ケットを1ゼロ1ケットを010、2ケットを0 0要するに円個うあって、 N 次元の,あのベクターだとするとで1個だけ1になってて残りの部分が全て0っていうような感じですねでまあ0オリジンで考えると0ケットっていうのはその0番目の項が1残りが01ケットっていうのは1番目の項が0オリジンというか2番目になりますけどねあの 1> 1で残りが全部0で2ケットっていう規定は、えー、と2番目の要素が1で残りが全部0だからロと1の縦ベクトルまあそうするとあの2位の,の xyz という3つの成分を持つあの3次元のベクトルは x 0ケットプラス y 1ケットプラス z 2ケット。まあそういう意味でこの,あの0ケット1ケット2ケットは3次元ベクトルの規定になっていることがわかります。 で規定については大事な性質があの2つあります。1つは、A と B の内積がゼロのとき、B、と A、まあど、どっち、どっちおうか、まあ、同じなんですけど同じだっていうのは、B と A の内積がゼロならば、A と B の内積もゼロになります。なぜならば、先に見たように、この内積の共液っていうのは、順序をひっくり返したものに等しくなりますね。 だから、もしも A と B の内積がゼロだったら、B と A の共益も、ゼロの共益はゼロですから、だから、ああ直行している場合には、これはあのどういう順番であってもあのゼロになるということですで。これを直行しているというふうに言います。2つのベクターの内積があのゼロにあるとき。 それは2つのベクトルは直行している。で、それは2つのベクターの内積が0になるっていうことで、同じことですね。で、もう1つ大事な条件は直行に行くと、もう1つ正規化っていう条件で、で、A と A の内積が1のとき、ベクター A は、A ケットはあの正規化されているというふうに言います。まあ、例えば2次元で考えると、A ケットがアルファベータって2つの成分を持つときに、 A と A の内積イコール一っていう条件は、で、A ブラと A ケットをあのかければいいわけで、A ブラはアルファのあのアスター、B のアスターを成分に置きます。それに、アルファベータの、えっ、ー、とス、あの列ベクトル、縦ベクトルをかければいいわけで、これはアルファアスターアルファプラスベータアフベータアスターベータの和になります。 でところが、数とその共益の積っていうのは、その数の絶対値の事情になりますね。だからこの条件は、A と A の、えー、と内積が1になるっていうのは、あるその成分の α の絶対値の事情と β の絶対値の事情、足しなものが1になるってことは等しい。 これは今、あの2つの、そういえば2次元のベクターの話をしたんですが、ね、もっと一般にもしも A が、まあこういう形で、あの、AI っていう係数を持った、えっ、ー、と、まあ、N 個の規定の,あの和で表されるならば、この条件は、同じようにこの成分の事情を足したものが1になるという条件に等しいことになります。 で、まあ、用紙の使うのは、その直行正規な規定を使います。で、まあ、エンジニアンダクターの規定を先ほど言いましたように、あの、0ケット、1ケット、エドマン1ケットを表して、で、この規定が直行正規であるっていう条件は、えっ、ー、と、まず、その規定が直行だということは、で、i と j が、 もしも i と j が等しくない場合に i と j の内積はゼ0になるってことだし、で正規性の条件から i と i、あの、ぶら i、あの、i と i の内積は1になる。で、そういう条件を満たす規定を正規直、直行正規な、あの、おそのマん、あの、規定というふうに言います。で、この中の記号で、 このデルタ IJ、デルタサブ IJ というのは、i と j が等しいときは0、i と j が違うときは0、i と j が等しいときは1というのをこの中禍記号で表すと、で規定が直行正規であるための条件は、その i と j の内積がこの中にデルタに等しい。 ま,あまずはこう言わなくたって、これは i と j の内積が、あの、あれですね、違うものだったらゼロで同じものだったら、あの、1になるという条件になると思います。この条件って、なんか、あの、非常に、あの、ぼんやり見えるかもしれませんが、大事なのはあれなんですね。と、j、が例例ええばばそれぞれぞ 0から n マイナス1、i も0から1マイナス、n マイナス、j も0から n マイナス、n 個, n 個の,あのインデックスを走るとすると、あのほとんどの場合、あの右側の i と左側の j は違いますね、n×n の可能性があるんだけど、そのほとんどは、えっ、ー、と、i と j は違うものです。 その場合にには全部ゼロなっちゃうんですね。で逆に n×n 個分の可能性が i と j の組み合わせについては n×n 個分の可能性があるんですけれどもでそこが1になるのは i と j が等しい時だけ。で実はこの整数はあのケットの計算をするときにあのとてもあの何度も使われる条件ですね。 で内積の性質もちょっと見てみましょう。で、これはちょっと甘くなっちって、ちょっと自分はおかしかったのです、あの、知らないんですけれども、あのユニタリ性っていう条件があって、で、ユーのあの複素共役とあのユーをかけたものが、あの最行列になるそういう状、まあユーだがユあるいはユーユダガがが位になる。 で、そういう、これは教育じゃなくて、トランスポーツしてから教育を取るんですけれども、もう、だがってそういうですね、これもちょっと説明がちょっと、あの、足りなかったかもしれません。まあ、これちょっと甘くみになっちゃいますけれども、悠々だが、あるいは悠々々悠が、あの、単位行列になる、あの、行列をユニタリ行列というふうに言います。ユニタリ行列についてはまた、後で何度も詳しく、 出てくるることになると思います僕ちょっと当時の場所がちょっとあまり良くなかったかもしれません。で内積との関係で重要なことは一つあそれはあのユニテリアン酸子 U が KetV、KetW に作用して、でまあそうするとこれは UVKet、UWKet が得られる。 わけけですけれども u だから U が1ですから U ケット V と U ケット V の内積を考えます。でこのセントルテッド丸カッコの U ググあのケット V コンマ U あのケット W というのは U と U ケ UKV と UKW の内積をこういうふうに書かれてきてコンまで表しているだけなんですけれどもそれは先ほどの内積の定義から、えー、と先頭の方のやつの共益だからこれは UKV は VK で U だがになりますで後ろの方がそのままですが真ん中に挟まれたところに U だが U が出てきて これは対行列になって、で、ですからこれは V と W の内積に等しくなる。だからユニタリアン変を、ユニタリアン算子をあの適用しても、2つのベクトルの内積は変わらない。で別な言い方をすると、ユニタリアン算子は内積を保存する。これも大事な性質です。これはまた後で詳しく話をしてみようと思います。 でもっと内積で自分自身との内積をとってみましょう。これはサイと才。才結とットの内積なんですけれども、これはサイと才で先ほど言いましたように、それはサイのブラとサイの,あのケットで定義することができます。で、サイケットは、あの、サイブラは、えっ、ー、と、 まあこれあれなんですね。ちょっと説明が足りなかったかもしれない。最後、右、え、側、っと、の,の、大きな角の右側の方を見てください。これは要するに、あのー、係数が A サブ K である。で、そういうふうに、あのー、展開される。そういう式なんですが、ね、それの共益、あのー、を取ったものを左からかけてますね。 行列は実は簡単な形で、あの、a, sub j と、えっ、ー、と、j の、こっちはブラですね。ブラをかけたで、これ、あの、インデックス、片方が j で、片方が k で走って、なんか変だと思われるかも。しれないこれはあれなんですね。あの、上の方を省略してるんで、これはェイコール、左の方ジ j イコール0から n-1 まで走る。右のシ,あのシンマは、a イコール0から、 n-1 まで走るってことで、n この和であることは実は変わりないんですね。だからこれ同じ系にしちゃうと、あの本当は違うもの、あの片方はあのブラのファイで、片方はケットのファイなんで、それを区別するために、僕こ,こでは J と K、違うエ絵ジを使ってますが、この J は n コの要素を走るんで、基本的には同じものをですね、そうしますと、こういうふうに、あのー、 アルファサブ J の、あの、共育っていうのは、あの、当然、スカラー、ただの数字ですね。で、それは先に、あの、先あの出してくることが、これちょっと見にくいかもしれないですけども、えっ、ー、と、これ、上の1段目のシグマは、i、ごめんなさい、J が走るシグマと K が走るシグマの、 の形をしてます2段目のシグマ、これこういう省略をよく使うんですけれども、あのー、末字がシグマのところが JK になってます。これは J と K が2つの、あのー、インデックスが走るという意味なんです。これはだって、あのー、上の式を2つのシグマをかけていくと、それはあれですね、あのー、たすきがけで、係数は あのこういう形で、まあ、左側は、A、アスターのサブジェットが出てくるし、右側にはあ AK というのが出てくるんですが、これは J と K、あのそれぞれバラバラに N 個を通るから、いろんな場合が、あの組み合わせがあって、それの和という意味ですね。ただし、ベクター部分は、あの左側の J ケットはそのまま残ります。で右側の,あのケット J もそのまま残って、 で、しかも、えっ、ー、と、スカラー部分も、えっ、ー、と、まあ、JK、それぞれ0から N マイナス、N 個を走るんですけれども、あの、後ろに出てきたケットの内積の部分も、これもだから、N、N×N の通りの可能性がある組み合わせになります。で、これをですね、先ほど、まあ、グういうやりもいいんですけれども、えっ、ー、と、この内積の部分を、あの、こういうデルタ、コスカーデルタで、 書書きますすと書かなくてもいいんですね要するにこれ n×n、まあの組み合わせがあると言ったけれどもこの j と k の n×n 等位の組み合わせの中で、えー、と1になるのは、えー、と j と k が等しい場合だけです。で残りの場合は全てこの j と k の内積の部分が違うもの同士なのであのー ゼロになりますですからシグマでたくさんの項を n×n の項を足しているようですけれども生き残るのは j と k が等しい場合だけですね。だから結局 jk、j と k が等しい場合だけでこれは今 j 同じなんで k だけあのインデックス残してますけれども結局アルファ の益サブジェアルファの共益サブ J とアルファの教ジ J。で、まあ、K は、あの、J はあ、アルファの共益 K か。で、どっちか、あの、インダックスが一つ減ります。ですから、これは、あの、ちょうど、係数の絶対値の事情というものの和になります。で、これはあれですね、先ほど見たように、正規か、正規、正規だっていう条件で、これは1になります。 だからある状態があのまあベクトル、まあ、重なり合の条件、まあ、N 個の規定に成分を持った重なりの状態で定義されていたとします。でそれの,あのその負債ケットとサイケットの内積の実は自分自身の内積は1になります。 ちょっとこれ分かりにくいかもしれないんで、ここグリーンのところはもう少し丁寧に、あの、その経過を、あの、追ったものです。ただ、慣れれば、あの、こ、先のやつであのすんなり計算できればいいんですけれども、ただ、あの、ヒントとして、このグリーンのページをつけてありますので、何かちょっと納得いかなかったら、あの、後で、あの、 グリーーンのページを見てくださいあのポイントはですね、要するに、あのー、これ最初の内積の定義で、最初のシンマ、1行目のシグマは N 項の項からなります。2番目のシグ,シグマも N 項の項からなります。で、係数の部分は、そのままあのー、JK を使って、N×N 項の項が残るんですけれども、 で、ベクター部分が、この J ブラーと K ケットの,あの内積っていうのはの、そこらみそうなんですね。で、これはお互い全部、まあ、N 個の項と N 個の項をかけたものだから、n る n 個の成分の,あの、それのシグマなんですけれども、大事なことは、この内積の,あの定義、あの性質から、この J ブラと K ケットっていうものの内積は J と K が等しい場合だけ1になります。で、残りは全部0なんですね。だから大部分の項はみんな消えて N 個の項だけが残るんです。で、その残ったものの係数は、だから A の A サブ J の共育と AJ の共育。まあ、K でも A。 あのどっちか残せばいいんで。でそういうふうになって、あの係数の絶対値の事情の和。だからそこは、あの生息性という条件からこれは1になるってことですね。もう一つ。えっと、これは、あのベクターの成分を内積で表すって問題をちょっと考えてみようと思います。 こっちも優しかったら、こっちも先だった方がよかったかもしれないですね。で、正規直行の規定を0ケット、1ケット、n、エ n-1 ケットとします。で、2のベクター a ケットは、こういう形で a ケットは、シグマの、えっ、ー、と、これアルファですかね。アルファのサブ i に i ケットをかけたもの。これは要するに単にスカラーと、あの、ベクターの積ですから、それを、あの、n 個、あのー、 足したもののというのがこの式を表すのこれはまあ一般的なあの2の n 次元のベクター a というのはこういう形それぞれの規定についての成分を取り出してそれと規定の積を全部足したものでこれからですねその i1 目の成分 αi ファいのを取り出したいというのが問題ですでこれは実はうまいやり方があって左からあの I のブラをかける。まあ、これ J ブラをかけてます。まあ、J でもいいです。J ブラをかけると、J ブラ、J とあの A の内積を考えます。そうすると、左から J をかけると、J に、これ先ほどの,あの成分表示のシグマを代入しますと、こうなりますね。J と,、えー、と、この成分表示のシグマの式を そうします,です、ね、アルファサブ I っていうのはこれはスカラーですからあの別にベクターの内積の前に出ても構いません。ですからここはアルファのサブ I に対してあの J, の内線 J と I の,あの J とあの J ケットと I ケットの内積を計算すればいいってことになります。これはこういうシグマの標識で見に行くかと下にもっとわかりやすく これはどういう式になってるかというと、A0 に J と0の内積をかけた。で、それに A1 に J と1の内積をかけた。ずっとこういう風のや,やつをずっと展開したものが、先ほどの神話の表示ですね。で、これを見てほしいのは、この、まああのあ、あの、成分に当たるアァあの、 アルファサブアイは銅であれあの、この内積部分だけ見ると、先ほどから何度も言ってるように、これは N 個の成分があるんです。この場合は N 個の成分があるんですけれども、えっ、ー、と、同じもののところだけ1になる。で、この品図で言うと、アルファ J、赤いところですね、アルファ J で、 J と J の JK と JK の内積。で、残のところはですね、この N 個の R 値、ねのの、この赤いところ以外は、この内積部分が全部0になるんで、消えてしまいます。で、結局、a ケットに左から J ボラをかけると、えっと、αJ だけが残るんです。これは面白いです。これはでもとても役に立つ標識で、こういうふうに。 あのベクトル成分の I 番目の成分を、まあ、I 番目の規定をあの I ケットだとすると、A ケットに対して、アイブ,ブラを左からかけて、まあ、左からかけるってうのこれは内積ですね。そうすると、実は成分が求まるということがわかります。これは実は後でいろんなところで。 使われる基本的な表示なので、ぜひ頭に入れてください。A ケットに対して左側から規定の i を、あの、の教育、ブラをかけ、ブラ i をかけると、実は i 番目のベクターの成分が取り出せるということです。じゃあ、レッスンはこれぐらいにして終わりにします。